位置づけをしたら小さい声で僕に言ったよ。おじさん、あなたは優しい人ね。私を包んでお家に連れてって。私はあなたのお部屋の中で一生懸命咲いて慰めてあげるわ。どうせ短い私の命、おじさん見てて終わるまで。おいた毎日僕は急いで家に帰って、花とお話をした。小さいままで可愛いままで、ある朝花は散っていたよ。約束通り僕は見ていた花の命の終わるまで。約束通り僕は見ていた花の命の